本当はさ、全種類コンプリート？あと一種なんだよ。あと一種類全種コンプリート。全種コンプしてから一気に組み立てようかなと思ってたの。でもさ、どうしてもゲットでできなくてもうね。いや、でも一番欲しいのは来てんの、ね、よ。あの真ん中のやつ。ブロリのガタイ全種映ってるやつ。あれ一番欲しかったから。ドラゴンボールスーパーブロリ映画のね、ブロリのパズルがね、パズルガムっていう、あの、食ガムシリーズでさ、56ピースあって、ジグソーパズル1個。あのさ、思ったんだけどさ、これさ、かなりでかいんだね、サイズ。パズルサイズがさ、257×180、あんまピンとこなかったので、108サイズ、108ピースのフレームに、あの、このサイズに合いますっていうことでさ、ゲットしてきたらさ、これさ、かなりでかくて、サイズ。こんなでかいんかと。これ かなりでかくない？これ、びっくりしたんだけど、こんなに大きいさ、かっこいいブロリーのさ、あの、パズルをセッティングできるっていう、この奇跡ミラクルレベルマックスの展開、めっちゃ嬉しいよね。でもさ、あの、コンプできてないんだよね、コンプ。今あるのが1番と2番と3番でさ、4番も絶対かっこいい横のやつ、唯一の横のやつで、ゴジータブルーとフルパワーブロリーのバトル、睨み合い、タイマンの前のこの睨み合い、絶対欲しかったね。でも一番はこれだったからね。ブロリの合体が映ってる、全身が映ってる。超かっけえなー。あと、つかさ、全部それぞれ良さがあるよな。ほんと、あの、一種ゲットできてないけどさ、残りの3種ゲットできてるだけで幸運だからさ、そこに感謝してる、俺は。で、最初組み立てるのが、こっちの一番のやつから組み立てようかな。ブル、いや、かっこいいね、これね。しかもサイズがこんな、つかほんとこんなでかいんかな。俺サイズ間違ってないよね。間違ってたらどうしよう。でもね、108ピースのサイズってこれだったんだよね。これ。間違いなく。あ、でも合ってるね。18.2 と 25.7 でしょ。間違いなく合ってるから大丈夫だ。うん。大丈夫大丈夫。ぴったり合うな。こんなでかいんだね、この食玩シリーズのパズルね。まずこれから開けて組み立ててみようかなという。で、あの、今回いい感じだった他のシリーズも見たことあるんだよね。何回か。何のシリーズだったか忘れたんだけど、何のシリーズだったっけな。ドラえもんとかあったな、確か。ドラえもんとか。ドラえもんだったよな。そう、ドラえもんのパズルゲームあったような気がする。あ、ドラえもんもあるんかと思って。でも買わなかったんだよな。あの、こっちまだやってなかったから、どんな感じかもわかんなかったし。とりあえず、こっちのドラゴンボールのやつをかっこよくね。このフレームを買ってきたから、かっこ組み立てて、かっこよく。って、これどうやってやるんだろう。あ、最初こっち開けないとダメなんかな。で、この上に組み立てていかんと多分、ダメだよね。乗せらんないもんね。あ、でも紙スライディングさせて、乗せれば大丈夫かな。うわ、すげえ！で、ギャムが食玩だから入ってる。あ、落ちた、これだ。あ、2個入りだ、ギャム。何これ、大サービス。めっちゃ嬉しいぞ。ちょ、キャリのギャム倉庫、キャリのギャム倉庫に。お、こうね、ダンクシューティング。お、溜まってきたね。まだあの、本家本物で、まあ、ここまで来たら本家本物ギャム倉庫にね、まあ、ただの段ボールなんだけどさ、そこにぶち込め。めちゃめちゃ、段ボールいっぱいになるぞ、もうすぐ。楽しいだね。ギャムが溜まるわけ。で、中身こんな感じになってるね。56ピースって書いとったよな。まあ、結構ちょろくね？ 56 ピースだし。お、パワー！パワーの！めっちゃ楽しいな！すげえ楽しい！興奮してきたわ。で、まずこれをちょっと、色すごい迷ったんだけど、やっぱ一番ナチュラルっていうかさ、あの普通の、この、まあナチュラルこれなんだけど、一般的にこんな感じじゃない？普通のやつって。で、これにかっこいいかなと思って。商品名がウッディパネルエクセレントって、これ商品名だよね。で、すごいのはあの、なんか UV カットなんだって、これ。あの、紫外線をさ、遮ってくれるから、あの、色が焦るのを抑えてくれるっていう、そういう機能もあるらしい。値段がね、1200円プラス税。まあ、とりあえずね、出して本物を見てみようかな。いや、初めてだな、こういうフレームとかにさ、入れるの。パズル。パズル俺一回作って崩してね、しまうタイプなんだけどさ、これあの、ブロリーだから飾ろうとって。ブロリーだからさ、飾ろうとってさ、このフレームをさ、買ってきたんだけどさ、いや、いいね、これパズル。をさ、飾るって。いや、めちゃめちゃおしゃれな感じがしてきた。さ、おー、あ、結構作りしっかりしてんだな。全然チャッチくないわ。想像と違った。もっとチャッチいのかなと思ってたんだけど。かなりしっかり、おー、めっちゃしっかりしてんじゃん、作り。すげえ、このフレーム、こんな、いい感じだったとは。なんか、袋越しだとあんまよくわかんないよね。やっぱね、実際出してみないとね。すげえ作り、しっかりして、え、この中に、ブロリーをしまえるという感動と興奮になる展開。すげえ。やっぱこう、あれだよね。これさ、取ってから組み、この上に組み立てていかないと、セッティングするとき大変だよね。UV カット機能だしね。つか、今のやつで全部ついてんのかな ?UV カット機能って。もしかして。いや、わかんない。もしかしてついてんのかもしんないよね。UV カット機能ですげえと思ってさ、これに決めて買ってきたっていう、あれもあるんだけど、そういう。おぉ。この上にぴったり合うんだよね。この上に組み立てで被せて、こんな感じなんだ。結構でかいね、やっぱね。飾るの超楽しみだ。まあ、これちょっと、綺麗に。あんま触ったら、
指紋ついちゃうから綺麗なままにして置いて、置いてここの上にパズルを作っていくということですな。できるかな。なんかいやまあできるかなとかできるよな、これ普通にな。だって普通にだって作るだけでしょ。あとパズル作るだけでしょ。俺結構ねパズル好きでね、ちょくちょくやってるんだよね。実はディズニーのやつとかさ、あのもののけ姫のやつとか、あのジブリのやつとかも好きでさ、結構パズルをね、しかもこのパズル、あのピースでかいから超簡単だと思う、おそらく。すげえ楽しみ。おー、めっちゃいいな。しかもブロリーっていうのがさ、もう熱いわ。今までやってきたあのパズルの中でナンバーワンやっぱブロリーだからね。ブロリーがいるってだけ、ブロリーをさ自分で組み立てられる、パズルで組み立てられるってだけで、もうそれだけで俺はね幸せすぎてね、もう頭どうにかなっちゃいそうですよ。俺頭どうにかなっちゃいそうですよ。おー、すげえな。まずこういうのってやっぱ端からだよね。端から攻めていく。端のやつを横に置いて、全部端のやつをこうね、端っぽいやつを全部、こう、あ、これでも左下じゃん、間違いなく。で、端のやつを全部横に置いて、その作業から始める。やっぱ楽しいなぁ。ブロリーってだけですげえ楽しいわ。ブロリーってだけでさ、めちゃくちゃ楽しくない？やっぱ。おぉ！ブロリー。もうできてるし、ドラゴンボール、スーパー。めっちゃ、うわ、めっちゃいい感じだ。やべえ、超楽しい。これもさ、あれじゃない？パワーじゃないの？これ。ねえ、これ。これパワーだよね、絶対に。この、あ、じゃあバーダックだ、これ。ごめん。多分バーダックだ。おそらくバーダックだから、この辺に置いて。ベジータだね、ベジータ。いや、いいよ。これベジータこの辺でしょ？で、ベジータとこのブロリーの、あれだね。ベジータ境目だから、そこで。で、これ、傷。バーダッキーじゃん。バーダッキーこの辺だからね、バーダッキー。パワーの顔面誤損がフェイシングじゃん、これ。パワー。うおイケメンすぎる。マジかっけえ。やっぱさ、ブロリー自分の好きなキャラ組み立てられるってだけでさ、いつも1000倍楽しいよね、パズルでも。あのパズル、あの虫に慣れてさ、集中力のトレーニングになるから好きなんだけどさ、もうなんかブロリーいるとトレーニングならんわ、興奮して。もう虫になれねえもん、ブロリー。ブロリー、あの虫になるの無理だね、興奮がマックスになるから。これもっとでかいブロリーもやりたいな。あのブロリー単体のさ、すげえでかいブロリー、しかもキラね、めちゃめちゃキラっててさ、すげえかっけ。ブロリーのさ、キラとかもやりたくね。しかも超でけえのね。サイズも、あの、これの倍ぐらい。あの、倍ぐらいあるやつ。てか、パズルだったら等身大できんねんじゃね。え、フルパワー3メートルのパズル。めっちゃ欲しいんだけど。まあ、出ねえだろうな。いや、でも出たら絶対買うよな。買うしかなくなるよね。だって等身大ブロリーだよ。3メートルのフルパワーしかも。買うしかねえわー。すげえ。こんなでかかったんか、これ。箱じゃわかんなかったけどさ、実際、組み立ててみたらめちゃくちゃ、でかくて迫力がある。うお、かっこいい。ブロリー。特に上な。右上。めっちゃ、あとね、右下もやべえよ、バーダッキー。もう右下と右上のさ、傷コンビがすっげえイケメンなんだが。やべえ、たわら。これでかいの欲しいのよ、このままでいいから。で、最後のピースね。最後のピースをここに、ドゥッドゥルドゥルドゥ。ドゥッドゥルドゥルドゥ、トツカドゥドゥルドゥ。なんじゃこりゃ。え、やばくね。これも一回組み立てたら崩せないわ。これも飾るしかないね、フレームに。いや、これはかっこいいわ。乗せてスライディングさせればいい話だよね。このまま乗せて。あ、すげえ。すげえ。めっちゃかっけ。めっちゃかっけ。うわ。この色良かったかもしんない。めっちゃ合ってない。オッケーオッケー。これで、あとはこう止めていくだけだよね。止めて、いけば、完成。スライドさせて、あの、被せて、スライドさせればちゃんと、違うか、あ、これもいいか。これなんだ、これ。あ、これあれだよね。多分紐とか通すとこじゃねえから、飾るときにさ、違うか。いや、まあ、一応、下ろしとくわ。そしてね、ドゥドゥルドゥルドゥドゥ。やばっ、めっちゃかっけ。なにこれ、やばくないか、ちょっと。うわぁ。これは、めっちゃかっけ。つか、フレーム超かっこいいんだけど、これ、フレーム。めっちゃしっかりしてる、作り。なんか高級感出るよね、やっぱ入れたらね。悟空、ブロリー、ベジータ、そして、カカロッティのお父さん、バーダッキー。うわぁ！たまらんすぎ！こんなでかいと思わんか。え、これ食玩ってすごいよね、これね。まあ、フレームは別売りだけどさ、食玩でこんなでかいパズルをゲットできる、この感動と興奮。やばくない？超かっこよかったわ。ブロリーバーダック。ブロリーバーダックは特にやばかった。ちょっと置いてみるか。置いてさ、飾ってみてか、どんな感じになるのかって言うて。置いてちょっと飾ってみようかな。てってるって。てっ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 て。なんだこれは。
すげえ。めっちゃかっこよくない？いや、これどうした？どこに？玄関かな？玄関にさ、3つあるから3段、あの、段差つけて飾ったら超かっこよくない？ダンダンダンって。うわ、これ、フルパワーが一番上ね。もちろん、フルパワーが一番上で。超かっこいいね。こんなでけんだもん。どこに飾っても入るよ、これ。どこに飾っても。トイレとかでもいいよね。トイレ行くたびにブロリーに会えるっつ。感動と興奮。めっちゃでけえ。超く、で、次がね、あの、フルパワーじゃないんだけど、スーパーサイヤ人のブロリーだからね。次、スーパーサイヤ人のブロリー。これもまたかっこいいんだよね。手前にブルーコンビがいて、後ろにさ、スーパーサイヤ人の。56ピースでこんなもんか。やっぱ、あれだよね、1000ピースぐらいあった方が楽しいな。56ピースだとほんと瞬殺レベルで終わっちゃうから、56だと、ちょっと物足りないね、ブロリー。ブロリー1000ピースとかでやりたいな。うん、てか、ガム2個入りって思いっきり書いとったわ。これガム2個入りって書いてるじゃねえか。全然見てなかった。もうブロリーしか見てなかったからで、次スーパーサイヤ人のブロリーを組み立てて、セッティングするという。うわ、めっちゃ楽しいな、組み立て。最初こんなバラバラなのにさ、組み立てるとあんなかっこいい。いやべ、いや、ほんとにかっこいいわ、これ。何回見ても。し、うわー、すげえ、胸がグッとくる。超かっけ、特にね、特に右上、ここのゾーンと、右下、キズコンビ。キズリッチ、超かっこいいじゃないか。まあ、これもちょっとさ、組み立てちゃって、あれ、あの、フレームに入れようぜ。フレームにぶち込んで。あの、フレーム買ってよかった。今回初めてさ、あ、なんかこんなのもついてたんだね。今気づいた。え、さっきのついてたこれ。なんかついてる紐、あ、これ吊るせるのか。これ、なんか紐となんか、なんか棒。この棒よくわかんないけど、なんか紐がついてる。これ吊るせるってことだよね。これのついてんだ。いや、今回初めてほんとフレーム買ってみたけど、すげえよかった。まあ、子供の頃はね、よくフレームで作ってた記憶あるんだけど、小学生の頃とか、大人になってから初めてだったからさ、あの、ほんとよかったわ。今度から全部買おう。せっかくだから、あ、でも飾る場所なくなっちゃうよね。今回たまたまブロリーだからさ、買って飾ろうと思って買ってきたけどさ、普通のやつだったらやっぱ崩した方がいいか。あの、一回組み立てて崩せば何回でもできるからさ、ちょっと集中力のトレーニングにやってるようなもんだし、パズルって。いや、ほんとこれさ、虫、でもブロリーはね、ほんとに無になれない。興奮するこれ。ブロリーだから。ブロリーだもんだって。いや、ブロリー出来上がってくるたびにほんとね、胸がときめくわ。すげえ、大好きなブロリーがさ、自分の手で組み上がっていく感じがさ、たまらんよね。で、あとはこのブロリーを組み立てて、フレームに入れる。いやー、フレームグッジョブだな、ほんと。最高だわ、フレーム。あ、まあ、先方的には、おぉ、トゥトゥトゥルトゥ。トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ。神ですね、神のピース。神のピース。まずあの、さっきと同じように、あの、端っこレンチをね、端っこレンチを横に置いておき、囲っていく。まあ、大体このモデルがあるから、モデルを見ながら大体の場所を決めて置いていくと、作業がはかどる。これさ、思ったんだけどさ、あの、フレームに入れちゃったらさ、まあ、絶対ではないけど、また出せばいいから、もう基本的にはさ、組み立てらんないよね。こう飾っちゃったら、一回。え、待って、これもう一回つか何回も組み立てないんだけど、めっちゃ楽しい。ブロリーがね、できていく。もう、その、あれが楽しいんだよ。ブロリーができている。ブロリーが進行形で出来上がっているって、この、いや、待って、もう一回やりたい。これどうした？しまうのやめようかな、フレーム。いや、でも別に出せばいいから、できるんだけどさ。いや、でも今日は入れるか。せっかく買ってきたしな。今日、あ、でもどうしよう。いや、でももう一回組み立てたいな。もう一回バラして組み立ててから、いや、まあ、一回今日は入れよう。今日は入れるわ。最後のあのね、ブロリー残してる。あそこ。ここ。わかる？この。うおパッと今ね、完成しているんだけれども、ここだけまだね、このピースをね、入れてないんだよね。この、いや、またやばい。落ち着け。緊張してきた。この、いや、この感動と興奮なんて何回もやりたいじゃん。この最後のパワーのゴソングフェイスのピースを、あそこにぶち込むことにより、ここにね、ぶち込むことにより、パワー。ちょ待って。パワー。うわー、やばくねー。すげーな、この食感はすげーわー。いや、フレームなしにしてもね、あの、これ組み立てるだけですげー楽しい。自分の好きなキャラ、ブロリーを組み立てられるパズルで感動と興奮。食感コーナーでゲットできるっていう、しかもパズル、お手軽パズル。うお、すげーかっけー。これで大丈夫だよな。なんかずれてる感じするな。あれ、ずれてるこれ。ずれてるないよね。ついてない。大丈夫だよね。大丈夫。おー、守られました。そして、ここが出てないことを確かめて、さっきね、出ててね、引っかかったんでね。で、この出てなければ、もう簡単に、
カポリスとね、もう、カポリスとハマるから、ここに。ハマる。そのままスライディングします。スライディングします。スライディング。で、スライディングする過程でずれないように気をつけながら、こう手で押さえながらね、ちょっと手で押さえながらスライディングさせ、もう出てきたところはもう、止めちゃう。上だけね。さっき実はね、ミスってね、ちょっと落としたんだよね。カットするけど。カットするけどね、ピース落としちゃったんで、ね、で、大丈夫。もう失敗が経験となり、次に生かされるからね、こう止めれて、あとはこうね。おー、楽しい。フレームいいなぁ。なんで今まで買わなかったんだろう、俺、これフレーム。これ多分ね、紐引っ掛けるとこだと思うんだけど、一応ね、こう止めとくわ。落ちないようにね。まあ、落ちてばらけたらまた組み立てるだけの話だからさ、これ壊れることないからいいよね、パズルってね。バラバラになってもさ、何回でも組み立てられるからさ、そして、ドゥドゥドゥルッテ、トツカ、トツカドゥッテル、おぉじゃこり。なんじゃこりゃ。めっちゃかっけえ。なんかさ、このセットでさ、俺5000円で売ってても買うんだけど、フレームセットで。5000円。これ食玩だからさ、めちゃめちゃ安いからね、これ。めちゃめちゃ安いけどさ、フレームとセットでしても5000円いかないから、でもこれ、おもちゃ屋さん行ってさ、こんな壁にかかってて5000円って書いてあったら余裕で買うんだけど、普通に。え？このブロリー5000円みたいな。買うでしょみたいな感じになるよね。うわぁ、次の、しかもね、しかも次のやつは1万5000円でも買う。1万5000円。なぜならばだ。なぜならばだ。お付け、やろ。あー、やばい。くしゃー。大丈夫大丈夫。なぜならばね。なぜならばね。でってってるでってってってるって。やばすぎだろ。これ、いや、2万だな。2万でも買うわ、こんなもん。すっげーかっこいいわ。ゴルフリとさ、ブルーのさ、悟空がいるのもいいよね。後ろバックにね。すっげえ。フリーザも唯一、今回ここに登場してるんだよね、フリーザ。第2弾出るかなぁ。いや、パラガスとかも欲しいよね。この映画に出てくる連中、チライとかレモン欲しいし、バーも欲しいよね。バー単体のやつとかも欲しいし、これ出るかな食玩シリーズ。食玩シリーズじゃなくても買ってこようかな。パズル。ドラゴン、でもブロリ、前買いに行ったんだけど、ブロリいなかったんだよね。でかいやつ売ってたんだけど、ブロリいなかったら、ドラゴンボールあったんだけど、ブロリいなかったから買わなかったんだよな。で、代わりにジブリのやつ買ってきた。すげえでかいやつ。ジブリのでけえやつ買ってきて。いや、でもどうしようかな。買ってくるか。ブロリーいなくてもちょっと、組み立てるの楽しくない？今度さ、細かいピースのもっとピース多いやつやろうかな。フレームも買ってきて。で、完成したらこんな風にさ、セッティング してさ、飾って見てみるか。どんな感じになるのかっていう。フレームとか今までやってなかったから、めっちゃ興奮するわ、これ。すげえ、まあ、できればブロリーがいいけどね。できればブロリーがいいけどな。そして、最後の、このフルパワー。パワー、ガタイパワー、男のガタイパワーめっちゃかっけ。これを組み立てて終わりにしようか。本当はな、これもめっちゃ探したんだけどなかったんだよ、マジで。くそー、マジかー。誰か持ってないこれ。1万で売ってくんない、これ。未開封のやつ、未開封のやつ1万で売ってくんねえ、これ。いや、マジで組み立てたいんだけど。ギャブでやれ、ギャブを出してさっと。これが最後のフルパワーのガタイだからな。いやー、嬉しい、ありがとう。あ、やべ、あんまりやらんほうがいいね。調子乗って。あ、やべ、売りそうのあまり。興奮マックスのあまり、ブロリーを。まあでもパズルだからな。そこまでヤバじゃないから大丈夫。パズルはね、そこまでヤバじゃないんでね。結構タフだからね。きたー。ゴルフリのパーツとかいろいろあるね。素晴らしい。このバラバラのピースが、ね、完成するという感動と興奮でね、ガタイパワーに、ブロリーのゴソンガフェイスがここにあるぜ。で、フレームもね、準備しなきゃね、フレーム。これ最後のフレーム。3つしか買ってこなかったけど、今回、本当はコンプしてから、フレーム買いに行こうかなと、4つ。でもなかったから、もう今日3つしかね、買ってこなかったんだけどさ、あ、でもサイズか。全部、この多分シリーズは108ピースのやつだと思うから、ドラえもんのやつ買うとしても、これで大丈夫だと思うから、ドラえもんのやつの分のも買って、ドラえもんもやりたいん、確かドラえもんだったんだよな。あ、これパズルガム多分ドラゴンボールと同じやつだよなと思って見てきて、パズルだったはずなの。あれも欲しいんだよな、ドラえもんのやつ。あれもやりたいな。これすげえいい感じだった。わあ、これがね、重要なんでね、これが。この紙。この紙の上に、このパズル、つうか、これどけなきゃね。これどけなきゃ。フレームの俺選択を間違ってなかったわ。この木のやついい高級感が出て。黒と迷ったんだよね、ちょっと。黒と。どっちにしようかなと。いや、でもやっぱこういうやつの高級感でこっちの方がいいかなと思ってこっちにしたんだけどさ。いや、間違ってなかった。次、違う色買ってみようかな。次。違う色も試してみたいよね。どんな感じ。でもドラえもんは青がいいかな。あ、でもやっぱこれが一番いいような気がするな。
ナチュラルも良さそうだったんだけど、ちょっと黒ブラウンのこの木の感じのフレームがいいなと思って買ってきたんだけど、いやーいい感じで良かったわ。よし、最後のガタイを組み立てて終わりますが、最後のガタイをね、もうさっきと同じ、やることは変わらない、あの端っこのやつをこうね、端っこのやつをひたすら、あ、この文字の部分とかね、文字の部分だって一応分かりやすいが、この端っこの部分、文字の部分とか全部こう横に置いておき、最後に真ん中を、やっぱ最後はブロリの顔面でいくか、それとも胸の傷でいくか、最後はめるとこちょっとね悩んでんだよね。ブロリの顔面ご尊顔フェイスではめるか、それともさ、ブロリの胸の傷、最後のピースあるんだよね、この胸の傷のとこ、これ最後にしようか、ご尊顔フェイスのダブルピース、あのご尊顔フェイスダブルだからさ、そのダブルフェイスを出来上がっていくね。ドラゴンボールスーパーブロリーパワーと書いている、素晴らしい。あ、これブロリーの足の上の部分かな、これ多分上の部分だと思う、ここの部分じゃないかな、ここの部分だな、いいね、できてき、あ、これゴルフリのあれだな、一番左下のゴルフリやっとあったわ、見つけた、これ探してたんだよね、ここにあったか、でこれが上の部分だな、あのスーパーの上かな、これスーパーの上だな、スーパーの上のところだな、ここは。ちょっと待てよ、お前呼ぶな、最後のフィニッシュってやっぱ重要じゃん、パズルのさ、いやてかこれ入れたくなくなってきたな、何回もやりたい、これストレス溜まった時とかにさ、あーって出して組み立てるだけでもストレス消えるんだが、このガタイめっちゃかっけー、あのブローリーのガタイマスのさ、パワーをさ、ガタイの力をさ、ガタイパワーをさ、自分の手でこの組み立てられる、このパズルの感動と興奮、すごい楽しい。いやーでもどうしよっかな、俺あそこで迷ってんの、あそこのさ、ここの部分、いやこれどうする、やっぱ傷いく、いやーブロリーの傷か、さっきご尊顔フェイスやったよね、ご尊顔フェイスがウィーンガジョーン、これダブルピースガジョーンフェイス、このダブルフェイスがいったるか、ダブルフェイス、ダブルフェイス合体、合体して、ここにヒュルルルってる、ドゥルルルってる、ドゥルトーツカドゥルってトーツカドゥルってる、ドゥルドゥルドゥルってる、ドゥルドゥルってる。超かっけえ。そして最後フィニッシュを飾るは胸の傷。男の大胸筋でけえ、ペクトライスメジャー、鍛え抜かれた、ペクトライスメジャーの上に、デデ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 デ、これやばすぎね、うわかっこいい、ガタイ完成、いや最後傷にしてよかった、胸の傷、ゴルフリ、悟空、そしてドラゴンボールスーパーブリーパワー、文字、タイトル、足の筋肉、バーの毛皮でっけえガタイだな、しかしザン、ブロリー、フルパワー、おおこれはもうダメだ、かっこよすぎる、これ泣くだろ、こんなもんマジで、かっけ、これブロリーファンじゃなくても泣くって、これこんなかっこいいブロリー、これブロリーファンとか関係なしで、こんな自分の手で組み立てられた完成した時のさ、感動とか結構泣くでしょ、こんなもんかっこいいありがとうございます。いやー、食、この食感最高だったわ、パズルギャム。このパズルガムシリーズガチやばいわ。ドラえもんとかもあのゲットしてくる。これやろう、これ。しかもさ、さらにやばいのはさ、フレームに入れることによって高級感がさらに増すんだよね。いや、このまでも全然 OK なんだけど、俺的にはもうブロリーはブロリーだからさ、いや、関係ないんだよね。もう、どんなブロリーでもさ、ブロリーはブロリーだからさ、それだけでもうコレクション、永遠のコレクション加法なんだけどさ、このフレームがすごくね、重要。こうね。おー、いいね。待って、すごい。守られている。ブロリーが完璧に守られている。上から下まで全部守られている。うわ、こう、いや、なんか、いや、満足感が半端ないな。でもね、まだ終わりではない。このフレーム。このフレームの部分、どこも出てないよね。出てないのを確認してから被せる。イン。ブロリーイン。全種類コンプリートはできなかったけど、組み立ててよかったわ。コンプしてからね、やろうと思ってずっと撮っといたんだけど、もう待ちきれなくてね、フレーム買ってきてやったんだけどよかったわ。だって買ったの去年の夏ぐらいかな、確か。買ったの去年の夏ぐらいなのずーっとね、飾ってたんだよね。箱のまま。でも組み立ててよかった。もうごめん、ブロリー。ほんと謝るわ。ずっと箱のまま入れといてごめん。早くね、組み立てるべきだったわ。だってね、こんなに、いくぜ。3、2、1、かっこいいんだぜ。逆だった、めっちゃかっ、うわガチこれやばいって、え待って、これやばいって、冗談的でこれ1万5000、いや2万4000だわ、2万4000、2万4000で買う
税別。24,000円で、あの、お持ち屋さんって飾ってたすんじゃん、こうやってね。フレーム入りでさ、壁にかかってたすんじゃん。お、24,000円。ブロリーのガタイマンするパワーやんけ。買うわ。って、なるよね。こんなもんやっぱフレームに入れるだけで全然違うわ。あの、物として完成する。すげえかっこいいなー。やっぱナンバーワンだった。あの、絶対これがな、これ超えらんないと思う。あの、ブロリーとゴジ、これもかっこいいよ、すげえ。横、唯一のさ、横のさ、デザインのさ、パズル。だからさ、そこもすごく欲しかった。あの、見たかったんだけどさ、横のデザイン。でもこれ超えらんないと思う。このガタイマッスル。全身が映ってる。ブロリーのガタイ。これは勝てねえだろう。どれも。かっけえ。これ超えられね。これ超えられるのはブロリーだけだろうな。このブロリーを超えられるのはブロリーだけだから、次回のパズルガム、ドラゴンボールスーパーブロリー、パズルガム第2弾。待ってる。これを超えるブロリーを待ってるよ。いやー、すげえかっこよかったわー。チライと一緒に映ってるブロリーとかも欲しいよね。めっちゃ楽しい。ブロリーコレクションやったし、ほんと。すげえ。すごい。いや、ほんと迫力やばいわ。フレームに入れるだけでこんなになるんだね。次回はもっとでけえのも探してみるわ。ほんとでかいやつ。できる限りでかいやつ。ブロリー探してみる。めっちゃでかいブロリー組み立ててさ、フレームに入れてさ、見てみたいよな。ほんとフレームとパズルのこの相性グッジョブレベルやばいね。すげえわ。フレームがいい仕事をしてるわ。イブシギンですな。熱いね。ダンディズムだよね、これね。イブシギンの仕事してるよね。職人技だよね、これ。めっちゃかっこよくない？フレーム。フレームやっぱこの色でよかった、ガチ。いやーよかった。もうなんか似合わんかったらどうしようかなちょっと不安だったんだけど、すげえ似合うわ、このブラウン。ブロリーのガタイマッスルがめっちゃめちゃ輝いて見える。素晴らしいブロリーのガタイとこのフレーム。ありがとう。あと左のスーパーサイズの輝きもな。ということで、今回はパズルガムっていうシリーズのこの食玩シリーズパズルのね、開封レビュー組み立て動画でした。みんなもぜひ、まあ、もうこれないと思うけど、ドラゴンボールのやつは他のシリーズは出てるから、ぜひあの、ゲットして。俺もね、あの、ドラえもんのやつとか、このシリーズやっていこうかな。これからどんどんフレームも買って、どんどんコレクションしていこうと思う。玄関に全部埋め尽くすほど、ね、ゲットしてもいいよね。でもできればそれだったらドラゴンボールがいいな。いや、てかブロリーがいいな。それだったら。玄関に全部ブロリー飾りたいよね。パズル。俺が組み立てたんだぜ、つって。俺が全部この手で組み立てたんだぜ、このブロリーみたいな。世界で唯一の、一つだけで俺が組み立て、これ世界で一つだからね。俺が組み立てたブロリーだから。もう俺がこの手で組み立てたブロリーだからね。いやー、素晴らしい。そこも素晴らしいよね。唯一無二の世界一の合体。ありがとうございます。それではまた次回次のね、パズルガムの組み立て動画でお会いしましょう。最高のブロリーだったわ。できればさ、このフレームもこだわりたいよな。フレームもさ、ドラゴンボールのないかな。ブロリー仕様があれば一番いいんだけど、まあ、これでも十分かっこいいけどな。めちゃめちゃかっこいいけど、フレームもさ、ドラゴンボールのに、やってもとりあえずちょっと上の方に飾っとこうかな。これ、あの辺に飾ってもいいよな。絶対かっこいいよね。上の方にセッティングしておいて、ブロリーの、あの、色紙のさ、真ん中に置いてもいいよな。絶対かっこいいよな。いや、すげえ。こんないいパズルのブロリーをゲットしてしまったわ。過宝中の過宝がまた増えた。ありがとう、ブロリー。来てくれて。ちょっと飾るとこほんと考えよう。いやー、いろんなとこに飾りたいな。被りもあったらよかったんだけどな。